じゃあ久々にベーブ・ルースの元祖二刀流物語やっていきたいと思います。で今回はねレッドソックスとの対決になりますね。で先発ピッチャーがレッドソックスがクリス・セールなので、まあ、一応エース同士の戦いっていう感じにはなるね。ベーブ・ルースエースか分かんないけど、うん、一応一番手にしてるからね。よしじゃあ行きますか。うん、クリス・セールが先発ですね。8勝5敗か。うん、防御率が 2.31。 いやーなかなかいいですね。さあじゃあ1回の裏のベーブ・ルースのピッチングからいきますか。いやでも動画外でねちょっといくつか登板も済ませてるんだけど、ここ最近の登板そんなに実は悪くなくて、で防御率も一応3点台も切るぐらいまでは、うん、来たんですよね。なのでここもまあできたらな、6回ぐらいまでは投げて、うん、まあ、点数も、まあ、最少失点で抑えておきたいところだよね。よし、とりあえずでもこれで追い込んだよな。ツーストライクツーボールなので決め球として使ってるチェンジアップ。ちょっとやっぱベストピッチ出せないと結構ね、うん、見られちゃうね、見逃されちゃう。こんな感じでね、あ早速最初のバッター出しちゃったか。ここはできるだけゲッツー取りたいもんな。あでもこれは大丈夫、セカンドじゃねえのかよ、ライト。あのフライライトか。セカンドが追ってってもいいような気するけどな。早い段階でリメイヒュー諦めたよね。うん、リメイヒュー、うん、マルティネスか。まあ、基本は低めが基本だけど、うわーやべえ飛んでる。あまずいかこれ。うわーいった、やっちった。てか結構飛んだな、グリーンモンスター越えてったから。うわー先制取られた。ここで甘い球しっかり見逃してくれなかったな。いやーやってしまった。いきなり初回に失点か。もうここはこれ以上点数取られないようにしたいな。お、いいね、振ってくれた。まあ、ここはちょっと、まあ、ピッチングはちょっとサクサクいこうかな。うん、よし、いいね。じゃあこれで2アウトか。あー完全外れた、いかんな。うん、これはファールでいいね。うん、狙い通りなので最後チェンジアップ。カットされるのはな、まあ仕方ないんだけど、もう一球いこう。じゃあ高めのストレート、ほらどっちか空振りになるよ。うわー確か際どいけれども、あれは取ってほしい。よし、まあとりあえずホームラン打たれちゃったけれども、まあその後はねなんとか抑えたね。おおヤンキース、ヤンキース打線さすが。これはあれだな、ベーブ・ルースしっかりこの援護をものにしたいね。もったいないことにならないようにしたいね。これもう早速ひっくり返してくれたのマジで助かるぞ。結構困った時のねこの高めのアウトコースストレートが、まあ、ちょっと今甘かったけど、結構ねああやってファール取りやすかったりするんだよね。惜しいけどな、結構いい線いってると思うんだけどな、コース的に。あー、これもか。大抵でもフルカウントでああいう際どいボールって、ボール判定になっちゃうんだよな。これはセンター大丈夫だな。よしよしよし。
とりあえずまずはファーストストライク取ってチェンジアップでよし、あー、まあ、カーブ低めかな、アウトコース高めのストレート、やっぱでもチェンジアップ低めにチェンジアップかな、よし、まあこういう感じでストライクっていうか三振取っていくしかねえな、やっぱり、今のはラッキーだったな、振ってくれて、でカーブで、よし、いいぞ、チェンジアップ低め、よっしゃー、いいぞ、よし、まあこの回ランナー出したけど、無失点で切り抜けたな。お、回ってきた、そう、まあね、こうやって二刀流の起用にあたって DH 解除するときに一旦打順がね一巡しちゃったので、まあ、これベーブ・ルースにとっては1打席目なんですけど、ちょっとね3回で1打席目を迎えるって感じですね。で、クリス・セールの、球種がフォーシーム、スライダー、チェンジアップ、ツーシーム、あー、やっぱスライダー自信度高いな、これだよな、いやマジで打ちづらいもんフォームが、あー振っちゃう、なんか釣られてさ全然ボール球なのにね振っちゃうな、いやマジで打ちづれ、まあ個人的にも苦手なんだけどね、ストレートかスライダーのどっちかだろうな、あーもうやっちった、全然ボール球だよお、いいようにやられたなクリス・エールに、もうなんか教科書通りのコースだよな、よしサクサク行こう、ここはあんな外れるか、よし切り替えだ、ここはちょっとホームラン打たれてる JD マルティネスだけど、いやまずい、まあでもここは下手に甘くなるよりは、ボールでフォアボールの方がまだマシっちゃマシか、まあ、もしくはゲッツーもいいけど、あーチキショ、うわどうしよう、低めのツーシーム、よしこれ、取れねえのかよショート、うそー、あれゲッツーだろ今の、いけただろう、いや今のは取ってほしかったなショートに、確かに当たりはそこそこ良かったけれども、うー危ねー、様子見て、よく抑えてくれた、あーギャリー・サンチェス、あれ後ろに反らされたら大変なことだからな、うー、あーこれは犠牲フライになっちゃいますね、いやー厳しいよな、まあしょうがないこの1点は、ちょっと切り替えて、これでゲッツー取れれば同点のまま回が変わるので、まずはそれ狙いだな、ほらよし、ゲッツー頼みます、頼ます、あーよかった、なんとか逆転許さずにこの回終わられたか、よし、もうランナーは出さずに行きたいね、 OK、よっしゃワンアウト、お、うまく打たれた、あー取れないか、ルメイヒュー取れないか、あーボール球を拾われたって感じだよな、ほら、よし、これでとりあえずセンターフライ、よし、これでツーアウト、お、取れる、よし、ほら、OK、
いい反応を見せたね、ベーブちゃん。さあ、5回に来た。よし、これは引っ掛けてくれた。よし。さあ、そして一番マークしなきゃいけない選手、気をつけなきゃいけない選手、うーわー、やっぱりなー、ホームランではなかったけど、しっかりもうマシン、しっかり芯で当ててくるもん。おお、それちょっと待って、あ、大丈夫か。今ベイブちゃんが邪魔しちゃったな。あ、でも大丈夫だったか。よし、回ってきたな。点差変わらず同点のままだもんな。いや、初球見送っちゃったけど手出すべきだったか。これはボールだろう。うん、今の何だった、スライダーだったのか。あ、チェンジアップか。すげえ際どいコースだったけどね。よし、これはヒットになるのでは。うん、よし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 、走れー。重たい体をゆっさゆっさ揺らして、よし、うん、ナイスバッティング。これはいいバッティングになったんじゃない。いや、ワンヒットでベイブちゃん帰ってこれる。うちょ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 、なんで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 走った。うちょいや、操作してねえのよ、したつもりはねえのよ。うわ、もったいないことした。やっちゃったの、反応が遅すぎる。やーべー、しくった。何やってんだ。うわー、しっしっかりレフト前運ばれたか。ゲッツー取ろう、ここで。んよし、んなんかすげえバントが正面だったぞ。いける、やったー、ゲッツー。よしよし、いや、これはラッキーだったな。バントがめちゃくちゃ下手くそで、ほら、あー、最後外れる、結構外れたな。よし、これは大丈夫だな。よし、いやー、でも100球にほぼいっちゃったね。お、ヤンキースやるやん、4点取ってる。ピッチャー変わったし、いや、すげえな、クリス・エールをノックアウトするって。いやー、これは助かる。ベイブも1本打ちたいね。またいったか。切れるなよ、切れるなよ。やったー、やったぜー、やった。これ何本目だっけ、このホームラン。なんか出て、あ、25本目だね、これが20本目のホームラン。スーパーマンベーブルース。浮いてたな。いや、でもいいホームランだったね。うん、ポールに当たったのかな。当たってはいないのか、うん、ポール際ギリギリって感じだったのか。まあ、ここはでももう変えちゃっていいよな、ベーブルース。うん、ちょっとここは自分の判断で。ああ、この2人なのか、なんかどっちも微妙だな。一旦ジョナサン・ホルダーに変えとくか。うん、でこれで変えて、あとはクイックマネージでエンドゲームでいきましょう。ちょいちょいちょい、追いつかれて最後逆転負けしていいんじゃねえかよ。何やってんだよ、ヤンキースのピッチャー陣よ。4点差もあったのに。